ちゃお、これ変な声出た。ちゃお、あっちゃんです。今日はね、セブンの新作3種類。エクレアストロベリー。いちご尽くしやね、今ね。いちごのタルト。これは何だろう。いちごのカップケーキ。カップケーキストロベリー。を3種、まんちゃんにいただきました。いただきます。3種食べ比べです。はい。まずね、いちごのエクレアはね、おお、わあ、ね、こんな感じ、いちごのエクレア。で、いちごのタルト。あ、タルト生地の上に、カップに、タルトカップの上に、いちごが乗ってるのね。よいしょ。で、このいちごのカップケーキ。あれ、蓋開かへん。よいしょ。はい。こんな感じ。では、いただきます。どれかいく？どれかいきますか？それ？あれ、これフォークや。こっちはスプーン。スプーンこっちかな。では、あっちゃんは、エクレアからいきましょう。ちょっとエクレアね、これね、食べやすいようにね、この入れ物をね。うん、こう切ります。で、これをね、取り出してきて、いただきます。うん、カスタード美味しい。うん、うん、生地がねすごいなんか香ばしくて、はい、生地が香ばしくてね、カスタードすごい甘いのね。カスタードはね、本格的バニラビーンズ使ってるみたいな本格的なカスタードでめっちゃ美味しかった。では、口の中にね、生地の、シューの、なんていうの、この香ばしさとカスタードの甘さがね、で、そこにいちごの甘酸っぱさが、口の中に入ってくるのね、もう美味しい美味しい。このね、カップケーキは上、いちごのジャムかな。うん、いっぱいジャム。で、この、これは、いちごのムースやね。でこの3段目、あ、ケーキや。4段目プリンみたいな感じで、そこがまたケーキかな。うん、箱ケーキ。これを全部の層を一気にいきましょう。わあ、おいしい。いちごが酸っぱい。で、2段目のムースが甘酸っぱいいちご。で、3段目のケーキ生地がふわふわやねんけど、その下のプリンがまた甘いのね。全部一緒に食べると、口の中でいちごの甘さと酸っぱさが、口の中にすぐ美味しい。これ、美味しいね。で、いちごのタルト。これはね、本物のいちごが乗ってるの。うん、で、ジャムじゃなくね、さっきのジャムやってんけど、これはね、いちごが乗っててね、いちごジャムとタルト生地、で、生クリームかな。
うん、このパンケーキ美味しいな。うん、あっちゃん的にエクレアが一番好きかも。でもまあみんな美味しいけどね。はい、タルト、どれが美味しかった？一番エブリエクレア、リオもエクレア、イカはエクレア。そうきたか。はい、でね、エクレアがみんな美味しいみたいで、うん、でもあと食べや、好きなの。チークのこれいこう。じゃこのケーキ、カップケーキをね、もう一回。うん、エクレアを食べない？食べた？何から食べた？食べたな。うん、美味しいね。最近ね、甘めを、甘いのをあんまり食べてなかったから、ものすごい甘さを感じるの。うん、いいね。やっぱね、人間味覚ってね、恐ろしくってね、甘いのが好きやってね、甘いの大概もう 何食べても、どんな甘いのを食べても美味しいなってやってんけど、今最近甘さ強いなってのが感じるようになってきてね。うん、まあ、こんだけいかに甘いもん食べとったかやねんけどね、久々に甘いもん食べると美味しいね、やっぱりね。最近ほんま自分で買うことなくなってきたからね、甘いのはね、なんとか砂糖すら使わなくなって、料理にもね。だから砂糖の減りも減ってきたぐらい、ほとんど甘いの食べへんから、やっぱり甘いのは心の栄養かもわからへんね。ということで今日はね、セブンの新作、春のいちごフェア、勝手な名前つけてわからへんねんけども、まあ、いちご尽くし、いちごのエクレア、いちごのタルトケーキ、いちごのカップケーキ、3種類いただいて食べ比べしました。いちごのね、エクレアがね、すごいバランス取れて美味しかったね。多分ね、カスタードの、カスタードクリームがめちゃくちゃ美味しいんやと思うね。カスタードがすごい、なんていうのかな、バニラビーンズ効いててね、めっちゃ、なんていうかな、ちょっと入った、口の中でガーって広がっていくのを、シューの、香ばしさが、それを、なんていうかな、なんていうの、一緒にこう口の中で広がる甘さと香ばしさがハーモニーっていうのかな。もううまいこと言葉伝えられへんけど、口の中に入った時に甘さと、カスタードのね、シューの香ばしさといちごの甘酸っぱさ、これがね、もう三位一体っていう言葉がぴったり合うんちゃうかなっていうぐらい美味しかった。ありがとうございました、ごちそうさまでした。あとね、カップケーキもね、本当にコンビニクオリティが恐ろしいぐらい上がってきてるなと思う。タルトももちろんね、ほんまに普通にケーキ屋さんに売ってるレベルぐらいまでなってきてね、ほんまにコンビニスイーツは侮れないねって感じ。美味しかったわ、ごちそうさまでした。ということで、久々にね、コンビニスイーツ食べて、満足あっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのセブンの新作、いちごのスイーツ3種類食べ比べ、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。まんちゃんありがとうね。